第9章近代国家の成立1開国と幕末の動乱ここでは江戸幕府が崩壊して明治維新が起こる江戸から明治へ変わる日本が変わるそんな転換点を扱いたいと思っています、えー、それでは江戸から明治へ変わる江戸幕府が崩壊して明治維新が起こると言いましたが何がそうさせたのか何が江戸を明治にしたのか何が日本を動かしたのか そこから考えていきたいと思っています多くの生徒がペリーがやってきたから近藤に対してはそう答えますペリーがやってきて江戸幕府は崩壊して明治っていう時代がやってきたじゃあなんでペリーがやってきたのかここを一つ目の問いとして掲げてこの章を進めていきたいと思うなぜ欧米列強 は日本へ接近したのかここで欧米列強の定義をしておきますベリーってどこの国の人ですかアメリカえそれからイギリスロシア古くから日本と交易をしているオランダ ここののりををとして、ててなぜ欧米列強が日本へやっききたのか、そこを考えていきます。アメリカやイギリスが日本へやってくる理由を考える上で彼らがその時どのような状況だったのかっていうことを考えることが大事になってくるアメリカペリーがやってくるのが1853年つまり19世紀の中部ですでも18世紀を通じて外国人は日本にやってきてます その頃のヨーロッパがどんな状態だったのかここから見ていきますね18世紀のヨーロッパでは産業革命が起こっている産業革命って何やと産業革命っていうのはここでは工場製機械工業を産業革命と置きますつまり大きな工場に機械を導入して安く早く大量のものを作り出すことができる生産体制が整った状態 これを産業革命としして、てここでは定義しておくえ。つまり彼らの工業生産力は飛躍的にアップしたということです大きな工場で大量の機械を作って安く早くものを作り出してそれを売っ払うどん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 お金持ちになっていくんですね豊かになっていくしかしあるタイミングで気づきますあれ技術はある 機械あるしたた、くさんのものももも作れるよううになななっっでで材材料料がない。もう材料ないでってえ。しかもこれ以上作ってももう国のみんな買ってくれへんでってえそうなったタイミングでヨーロッパ諸国は外へ目を向けるアアジアです。国の中で足りへんのやったら外に買いに行ったらいいし外に売りに行ったらいいえつまり市場マーケットとして外国に目をつけます。 それから材料資源を供給する場所として19世紀アジアに進出していくことになるのです日本にやってくることになるのです1つ目の問いなぜ欧米歴は日本へ接近したのかこれに対する答えは市場つまりマーケットそれから資源を供給する必要性から接近したそういうふうに答えることができます 続けて、19世紀アジアに進出すると言いましたがその頃の日本がどんな状況だったのかっていうことがここから見ていくことです。1825年を1つ年号として掲げますこの時に出された法令が異国船打ち払い令です。 これはフェートン号事件といってイギリス船が長崎で暴れたそんな事件を契機に出された法令です外国船が日本に接近した時には砲弾を打ち放して構わないそんな法令が異国船打ち払い令ですしかしそんなことも言ってられず異国船打ち払い令を緩和するタイミングがやってきますそれが 1840年から42年に起こっている日本の隣の国で起こっている戦争ですアヘン戦争ですこれは清とイギリスこの2つの国が戦争を起こした戦争であって勝ったのはイギリスあの清大国清でさえイギリスにはかなわないんだ産業革命をいち早く成し遂げたイギリスっていう国は 相相当当強いい力を持っているだからこのまま異国船打ち払い令を継続してイギリスの船を日本が打ち払ってしまうものなら日本っていう国は責められてもうなくなってしまうかもしれないよねってだから異国船打ち払い令はもうやってられないよって緩和させようそんな方向に向かっていきます1842年天保の浸水給与令が出,します出されます。 これは外国船がやってきた時に砲弾を浴びせるんじゃなくて薪とか水を与えてやろうそんなふうに方向転換を強いるものになりました同じようにオランダの国王が日本もうそろそろ鎖国やめたらどうやってアドバイスをくれます。国王はウィーレム2世 しかし江戸幕府はいやいや鎖国は祖宝だから古くからあるものだからって、えー、そのアドバイスを断ります、えー、続けて1842年6年、えー、続々とやってきますねアメリカから死者がやってきます、えー、ペリーがやってくる前にやってきていたアメリカ人がいるんですよねビッドルと言います 浦賀にやってきます、えー、続けてやっとです1853年アメリカからやってきました、えー、これがペリーペリーはどこにやってきたのか浦賀みんな知ってるでもその前に寄ってきた場所がある那覇です琉球王国の那覇によって、えー、浦賀にやってきてます彼は大統領の国書を持ってやってきます 現在アメリカ大統領はバイデンさんじゃあこの時は誰なのかこの時はフィルモア大統領と言いますフィルモア大統領からの国書を持ってペリーはやってきましたこれをこれに対応した江戸幕府は時の将軍十二代将軍徳川家吉実務にあたる老中が安倍政宏 続けててやってくるのがロシアからです。ロシアからやってくるのがプチャーチンプチチャーチンがやってきた場所は浦賀ではなく長崎。ペリーもプチャーチンもこの時は一旦、えー、帰ってもらうことになりました、えー、ロシアではクリミア戦争が勃発していて幕府もこの交渉に関して引き延ばして引き延ばして引き延ばしてって、えー、やっていると退去、えー、せざるを得なくなった使節、えー、団は一旦、 国へ帰ることになります続けて年です一旦帰ったアメリカペリーは再度来航して50年のところで日本とアメリカとの間で条約を結ぶことになります日米和親条約 日米和新条約のポイントは4つあって1つが開いた港についてです2つの港がありますが下田それから函館2つ目のポイントは「遍無的」。 再警告待遇を認めるということです変無的っていうのは互恵的ではないよなんとなくわかるでしょうか互恵的っていうのは、えー、お互いに矢印が伸びていてお互いにお互いのことをご配慮しちゃうような関係性えしかし変無的というのは日本からアメリカに対して対応するでもアメリカから日本に対して対応はないよってえそんなことです それから最強国待遇の内容に関してですがどういう意味かっていうと例えば日本がある英国っていう国に対して認めている優れた、良い待遇っていうのは必ずアメリカにも認めてくださいね。だからアメリカよりも恵まれた国があるっていうことはないよってアメリカが最も恵まれた国で荒、えー、らしてくださいまあそんな、えー、待遇を日本に対して求めました。 3つ目ここでは貿易は行われていないよ貿易に関する取り決めは行われていないよ4つ目領事が下田に駐在することを許すこのあと駐在することになる領事はハリスと言います 以上4点が日米は新条約です、えー。ざっとまとめると下田と函館を開く。それは貿易をするためではなくてアメリカが中国と貿易をするこの時秦ですよね秦と貿易をするそれから捕鯨鯨を取るそんなためにちょっと寄らしてやって言って寄ってくる港として開いてねそこで牧人が水ちょうだい石炭ちょうだい食料ちょうだいそんなことのために開いた港がこれら下田函館です。 それから最強国待遇を認めてや領事として下田にハリス中大させてやそんな内容になっています同じようにアメリカとだけではなくてイギリスそれからロシアそれからオランダこれらの国々とも和条約を日本は結んでいますここではロシアとのワシン条約について え、少し解説をします。千八百五十五年日露和親条約です。日露和親条約の内容として。押さえておくべきことは二つです。一つは同じく港に関することです。下田函館がここで開かれていますが、加えて長崎も開いてください。これは実は千八百五十三年にやってきた。 ロシアの施設団プチャーチンが長崎にやってきたということとセットで覚えておくとわかりやすいかもしれませんえそれから国境に関することですプチャーチンもこの時に国境に関する取り決めをしようってえそんな風に要求をしているんですけれどもここのタイミングで決まることになります日本とロシアとの国境に関してはこの後もどんどん,どん,どん,どん、えー、変化をしながら 押さ、えー、えておくべきことになるので一番最初のここのタイミングっていうのは、えー、大事にしっかり覚えておく必要があります北海道とします本州ここにロシアがありますね、えー、ここに島がありますカラフトといいますここに島がありますちょっと大きく書きますけれどもここ エトロフ島と言いますここ国後島と言いますここシコタン島と言います歯舞諸島歯舞群島と言いますここにも島があります ウルプ島と言いますこの時に国境となったのはどこなのかここですえつまり択捉島以南を日本領それからウルプ島以北をロシア領としようそんな取り決めです。さらにここの樺太に関しては両国人雑居どちらの国の人間がいてもいい両国雑居の土地となりました。 このような取り決めが日露和親条約で行われたことです。ここで話が転換されて、もう一度日本の幕府に目を向けます。ここでは老中安倍ここに焦点を当てて話を進めていきます。若干27歳、若い安倍政宏はこの国難、続々と 大国がやってくる国難にあたってどのような政治を展開したのかそこを見ていきたいと思います。彼がやったことはまず朝廷に報告です見たこともない船がやってきた大きな大砲を乗せて黒い船がやってきた、えー、とこれは何も幕府だけが慌てたのではなくて庶民も皆えー、やばい すごい船がやってきたって大慌てをしましたえそんなタイミングで安倍政宏は朝廷に報告をするえそしてこの国難をどう乗り切ればいいのかって言って諸大名にそれから爆心に意見を出してくれって諮問しますえつまり彼がやろうとしたことはどういうことかっていうとみんなでこの国難を乗り切ろうっていうことを考えたんです 巨国一致何も幕府だけじゃなくて朝廷もそれから諸藩も合わせてみんなでこの国難を乗り切ろうねってそんなことを考えたのが安倍雅宏でし,たしかし彼のこの行動っていうのは今までやっていた幕府の先生これを揺らがすことになります。 今まででやっっていたた独裁、こここここにに歪みがが生じることになったのがここのタイミングですえ。つまりどういうことかというと今まで政治的実験っていうのは江戸幕府が握ってたもちろん征夷大将軍徳川家の徳川将軍っていうのは朝廷つまり天皇から将軍あな,たにあなたを将軍に任命するって言って認められているあ役職ではあるえつまり朝廷の方が上位にあるっていうことは 周知のの事実実でははあるんだがが政治の実験は江戸幕府が握っていたしかしここで朝廷に報告して意見を仰ぐという行,為行動に出た結果朝廷の政治的権威をアップさせることになるさらに初代名を幕臣に諮問することによって 彼らに幕政介入のきっかけを与えることになるえつまり幕府の先生がダウンして独裁が揺らぎ始めるということですえこの後15代で家え15代将軍吉野え,ー、えここのタイミングで徳川家は崩壊してしまうえー、幕府が崩壊してしまうことになりますが そこここののターニンングポイントになったのはここだ。安倍政宏のこれらの行動によって彼の政治によって独、えー、裁が揺らいで徳川家が崩壊することになるってそんなふうに言うこともできるでしょう具体的に彼が行った政治の内容を見ていきます安政の改革と言います彼がやった安政の改革目的は何だったのか 大きく言うと国防強化、これが目的です。大きな船がやってきた大きな大砲を乗せてやってきたえそんな国々にやられないようにそんな国々に飲み込まれないように戦って勝てるように日本を守れるように国防を強化するえそれが安倍政宏がやろうとしたことです品川沖に台場を建築して砲台を備えつける長崎に海軍練習場 設置して学びを進める江戸に公文書設置して武術訓練を行う番書調べ書ここでは翻訳をしたり洋楽を研究したりする。 さらに巨国一体制で優秀な人物をどん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 投与していくっていうのも安政の改革の特徴の一つです。前水戸藩主の徳川成明を投与する越前藩主の松平義長彼を投与する。 薩馬藩からは島津斉彬。宇和島藩からは伊達宗成。これらの人物をどん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 投与して優秀な人物で。 国を強くしていこうそうそ考えたのが安倍政宏でした彼のリーダーシップについては賛否があるところでしょうが彼がやったことによってこの国難を乗り越えようとした江戸幕府の状況をこうやって考えることっていうのは現代に生きる現代の危機を乗り越えようとする際に必要になることかもしれません。 えー、第9章近代国家の成立1、開国と幕末の動乱、えー、ここに関してはこれまでとします。お疲れ様でした。